こうできてたのに、はい、まあ本当にね、その先ほどの坪井選手もちょっとこう、あの、まあ首をかしげるような状況が、まあ難しい状況があるんでしょうね、はい、まあやはり空気、気温が20度を超えてきてるっていうのもちょっと大きく影響してきているのかなというのも、まあ、あるかもしれません。さあスタートリストです。野尻智樹カーナンバー16番、ティーム無限、そして20番の平川亮には3連続ポールポジションの記録もかかってきました、そして4番のサッシャ・フェネストラズは初ポールの可能性も高いです。50番のセルジオ・セッテカマラは、今回がデビュー戦、そして15番の笹原右京は、今回がひとまず締めくくりとなります大逆参戦の3戦目、そして1番のニック・キャシディ、36番の中島和樹とバンテリンティームトムスは2台をここに送り込んできています。さらに3番の山下健太近藤レーシングは2台目、まあ、このトムス、それから近藤レーシングは2台ともこの Q3 に残っているというのはチームとしては方法間違ってない感じです。今度は平川の今前にいることでしょうか。1本離れた時には Q2 は、平川の前にはニック・キャシディがいました。さあ平川を止める男は出てくるか。そうですね、ピリピリの状態だと思います。あとはセッテカマラ選手、笹原右京選手、まあ、初優勝もこの須郷ということで、そうですね、選手もハマった時の爆発が半端ないんで、ちょっと注目。ドライビングっていうんですかね、これができる選手ですから、そう考えると本当に4回通算ホールポジションを取っていますし、そして今映りましたカーナンバー1番のニック・キャシディは2度のポールポジションを獲得しているということで、まあ、キャシディも勝っているイメージはたくさんあるんですが、ポールは意外に少ないんですよね。このスローで初ポールを確か取ったんじゃないかなと。まあ、これを今話を聞くとなるほどなと思う感じがします。さあニック・キャシディも久しぶりのポールを、すごかったですけど、さっきするのにこのコンディションは良くなってきているはずですから、さっきの大湯選手のちょっとアクシデントを見ると、この後タイトなスケジュールで決勝を考えると、急すぎて大きなアクシデントしちゃうと、はい、これ決勝も大きくできますからね。ありますからね、今シーズンスーパー GT でもちょっと周囲を驚かせるような仕事をしています。
トップに躍り出ました。そしてカーナンバー36番の中島和樹が戻ってくるが、中島和樹は1分04秒453、意外にタイムが伸びません。昨年はルカ・タウア選手が3位表彰台を取っていて、あの、現のいいコースではあったんですよね。